けしか遊ぶな。あ、今日だけ。今日だけじゃなくていつも。自分でやって。どうやって。大丈夫だよ。そうだよね、やっぱり欲しがってたんだよね、いろ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 欲しがってたんだな。だけど、まあいいね。残念といえば残念なことばっかりだけど、どう言えんだろうな。欠けてるものがいっぱいあって、それをどうかき集めたり作ったり穴埋めしたりしながら、でも昔からやってたからね、そういうこと。でもやっぱり欲しかったのかな。じゃあ残念だな。残念なことばかりを思い出すか。残念がってばかりだと言えばいたと言えるけども、しかしいつもね、いつもやっぱり欲しがってたんだろうな。求めてるって言ったらなんとなく翻訳帳で嫌だけど、でも求めてたものはいっぱいあった。そう、そう、その気分があったし、でもそういう言葉にすると美しすぎたんだよな。聞いた風寒く刈り落ちて、水面も山もいて月の思い果たせのことごとよ、よ人よ歌え、キリギリス。それだってセンチすぎるからな。センチすぎるものはセンチすぎるね。どうもちょっとぴったりこないところまでね。最初にじゃあ欲しがったものは何だろう。最初に欲しがったのはやっぱり母親だったりしたんだろうかな。兄貴たちいっぱいいたからな。あ、そうだそうだ、お祭りだよ、お祭りで貧しすぎていろんなもの欲しいんだけど見るだけという、この見てる時の気持ちなんて欲しがってる切なさあったよな。それがいいのかもしれない。
でもドロンドロンドロンだよ、カッパだよ、カッパ、カッパ何様、カッパ様、でも最初そうだよね、そういうことばっかりだったよね。だからそうだよ、60年安保の時もそうだよ、何も紙も足りないからとにかく走ってる走ってる走ってる、この走ってるだけの気持ちっていうのがどこに向かってるのかも分かんないし、走ったあと何しようかっていうのも分かんないし、走ってるっていうのがな、疲れたよな、疲れたけれど走ってるっていうのが嬉しくて、でもばっかりやったっていう感じだな。ああいうのをもう一回やるか、いつもそうやってるからな。そうだよ、あとそれ以外は全部景色論理にしちゃったんだよな、景色論理、景色論理、マルクスだってレーニンだって景色論理、でも何も分かってなければ景色論理しかないからな、そっからだっていいんだからな。そんなもんじゃないな、ロジックじゃないな、やっぱり好き嫌いだな、好き嫌いでやるのが一番いいな。そうだよ、それで憎まれたんだよ、ずっと憎まれ同士みたいなところあるし、なんか憎まれることが楽しくなったりした時期が随分あったな。憎まれ口が好きだったし、ギャーと思い出したくないこともいっぱいあったな、あいつには悪いことしたなって思うな。そうか、ギャーギャーっと叫ぶやつを、ギャー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 、だけどね、考えようによっては観念なんてのが自分の思考の断片の集まり、しかもそれが折り重なったり横つながりになって一つになって世界観っていうものになるわけだから、俺の世界観だってすごい嫌いと景色論理と、そんなものがやっぱり形になってんだろうね、どうしようもないね。それじゃそうよね、長い間憧れてた、あるいは考えてたのは千年王国ってことだけど、千年王国って言えばこれキリスト教の考えだったんだよな、それも最近まで知らなかったんだよな、もともとは中国だって桃源郷とか言って、天国みたいなことでしょ、千年王国だって天国っていう意味だからな、天国ってのはあんまり地獄を抜きにしたら何にもないし、ただの紙っぺらの絵みたいなもんだからな、地獄抜きに天国はない、ない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 ね。
前弱のドロドロと真っ赤に溶けた鉄の世界が地獄と仏教は言っとるけど、なんか科学的だよね。これどうしとけんだ。なんで昔のやつがそのまま地球の真ん中は鉄が溶けたようなもんだなんて言ってたんだろうね。そういうことだろうね。パパ、わけがわからんとそういうものだろうって言えるのか。わけがわからん、わけがわからん、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 わからない。わかるわからないじゃないよね。やっぱり好き嫌いだな。だからないもの、わからないもの、知らないもの、あの山の向こう側、こっから遠い遥か向こう、そんなものを想像したりしたか。それは革命だってイメージだからな。そのイメージがどのぐらいリアリスティックにできたかってんだよね。いやー、リアリスティックに手繰り寄せられたらね、したかったのかね。人に見てほしいって思ったんだろうな。やっぱり人に知らせたいのかね。いや、知らせるというより、これどうだどうだ、これどうでしょうか、これはこれはどうでございましょうか、求めてたんだろうな。やっぱり誰かを求めてた、求め続けてた。じゃあなんだ、じゃあ一貫してプラトニックラフ。そうだよな。だからサディズムなんだよな。あの時も憧れたよね。そう、全く自分には分からないものがリアリスティックに出てくるなんて感じだったもんな。どうしたらいいかわかんない、どうしたらいいかわかんない、わかんないことをどうしようかっていうのもわかんない。
それ続けたんだろうな、それが欲しいということだよね。これって俺苦しんでんだっけ、苦しいんだっけ、苦しい苦しい、苦しくない、苦しくなろう、ちょっと違うな、苦しかろう、苦しくない、苦しもう、これもちょっと違うな。苦しいんじゃない、これだね、苦しいんじゃない。ダメか、俺いつも言われるよね、何でもかんでも否定するだけってね。否定系じゃなくてどうすりゃいいのか。いやだから映画なんだよね、映画でしか言えないんだよ。もう一回考えよう。楽しい、楽しい、楽しくない、楽しくなりたい、楽しんでる、楽しんでるってのは当たってるな。楽しんでるから苦しい、いやそれはもう綺麗事だな。楽しんでる中で苦しんでる、こんなのはねロジックだ。ダメだ、じゃあ忘れる、忘れよう、忘れよう、忘れるために嘘をついてるか、嘘をついてるか、嘘、嘘をつくために映画を作ってるかな。いや嘘をつくってのは恥ずかしいからな。そうだよな、正直、正直にオネストに言えば恥ずかしくないからね。そうだね、恥ずかしくない、恥ずかしい、これもどうでもいいことか、どうでもいいことだね。やっぱりメビウスの輪になっちゃうね、やっぱりそうにしようね、そういうことだよね。メビウス、うん、じゃあそうだね、全部つながってるし、いつ頃からかだよね、映画っていうのは全部全部どの映画もつながっちゃうんだもんな。食べたかったかな、腹が空いて腹が空いて飢えて飢えてっていうのあったかな、ずっとあったような気がするな。しかし栄養失調になったのは1回しかないからな。
そう。革命の原点は何か。原点って何だ。なんで革命するのって何だって言ってはな。革命やりたいなんて感じ。いつも思ってるけど、わけわかんないんだからね、革命なんてな。じゃあわかんないことやりたいってことだったらいいですよね。わからない。革命イコールわからない。わからないことをやりたい。だから革命をやる。これ三段論法。これだな。これが一番いいね。そう、腹が減ったからひもじい、気持ちいいから何か食べたい。でも食べないとダメなんだよね。だからそのレベルだよな。これが良かった。うん、こうしようか。しょうがないよな。しょうがないと思いませんか。思いませんか。思いますか。Le portrait d'un homme, ses mains, son visage, modelé par le temps, parce qu'il a vécu. La beauté des mains et d'un visage exprime-t-elle la vérité avec laquelle la vie nous traverse ?
それ以外は大体あの私らの生きたのは革命をやるのか映画をやるのかって真剣に考えたりしたけれども、僕にとってはそれはあの全く一つのことだったから迷ったことも何もなかった。それがあの随分問題を起こしてしまったりしましたね。だからここあの一番尊敬する埴輪さんの絵が飾ってあるけど、私彼をとっても尊敬してるのね。彼もマルキシストで、もちろん日本のマルキシストは全部監獄に入れられた時代を過ごして、彼も監獄に入ってる間にいろいろ考えをやって、ポリティックとアートの間で悩んだ人でもあるけど、僕はあんまり悩まなかったね。そういう意味で言えば いつもそれは同じだと思うことで済んだ人だけど、うん、というのは世界っていうのはポリティクスとか アートとかもともと関係ないよね。あるいはそんなのを分ける必要はない世界ですよね。だからそこを旅してるわけだから、今後もそういう具合にしたいし、今もそうしてるつもりですね。だから僕は別に政治運動あるいは革命運動をやってきたけれども、それは別になんか映画を作ったり芝居をやったりすることと全く変わらないつもりでやっていたね。それがあのやっぱゲリラやってると多少矛盾がいっぱい起きたりしましたけど、それは私が引き受ければいいやというようなことでしたね。うん。で引き受けるとね、実は解決を先延ばしするみたいで、世間では芸術か政治か、むしろ革命か芸術かとか大騒ぎするして生きてる時代ですから、そんなの僕に関係ないっていう言い方はあんまりできなかった時代ですね。だから真剣にそれを引き受けて自分が実行すればいいじゃないかという具合に思ってきたところですね。だから一番政治的と言われてるやつをさっき説明した赤軍 PLP 世界戦争宣言でも、僕はあのなんか今考えてることをニュース映画にするというのがあるけれども、ポリティクスをやってるつもりが全くないというのがあって、それが両方から批判されたりするという、非常に批判されるとね、あの嬉しいんですね。本当言うと残念な側面もあるけれども、うん、もともとそういう意味ではシュールリアリストなのかなと思ってます。自分は分かる、フィリップ、シュールリアリスト、これにつきます。He was in our college. Famous one is Adachi. You know? Okay? それで知り合ったの。そうそう。最初会った時の印象とか。なんていうの？どんな？アウトロー。アウトロー。He was outlaw. Now he is outlaw.He has been outro. What's that about him? Japanese
語でいいですよ。キャラクターあれ、彼は彼の人格なんだよ。そのように生きたと僕は信じているな。そう、何にも変わってない。思った通りに生きた僕たちのヒーローの一人ですよ。学生運動の時、あ、その大学の学生運動、そうそう、ヨーロッパも1968年っていうのはフランスの5月と、それから僕たちのその10月とか11月っていうのは同じように僕らがバイブレーションをしたかもしれない。で、その思想的な関連性を考えるためにはあと50年ぐらいかかるかもしれませんが、でも彼は感覚的には先頭を走り続けた、走り続けて走った。それが僕らにとっては彼がヒーローだという根拠です。あと学生運動なんですけど、あんまり向こうでヨーロッパとかで日本の学生運動がそんな知られてない人に、日本の学生運動ってどんな感じだったのって聞かれたらどう説明するんですか？いや、だからノンソビエト、ノンチャイナ、ヘプト。だから僕らは革命を作らなきゃいけなかった。僕らの革命を作らなきゃ。でそれはいろいろ大変でした。作れなかったんだ。作れなかったから68年の問題は先にずっとこう伸ばされていく、先送りされていくっていうのはそうだよ。だってフランスだって作れなかった。でもさ、48年から49年にかけての革命と1960年代の革命とはとっても相似的に似ているの。できなかった革命という意味では、そこら辺をめぐって足立さんはずっと考え続けていると思う。ありがとうございます。いいんでしょ。いいんだよ。ドキュメンタリードキュメンタリー。帝国主義者であり、政府ブルジュアジーであり、検察官である。裁く者と裁かれる者の伝統を作り出すために、世界革命戦争を断固として遂行せねばならない。そして歴史は赤軍兵士を人民の英雄として刻印し、我々の無罪を証明するであろう。同志諸君、革命戦争派に対する鉄拳力の卑劣な弾圧を断固として粉砕せよ。武装闘争と連帯し、武装闘争を支援する合法非合法の大衆支援網を市民社会の末端にまで組織しなければならない。武装闘争の影響力と持久力を組織し、鉄拳力への合法非合法の反撃の物質力を形成し、革命勢力の犠牲を最小限にとどめ、それを上回る新しい革命戦争を作り出し、戦いの戦果を、そして教訓を蓄積し、武装闘争の連続性、持続性を作り出していかなければならない。最後に、ハイジャック闘争を支持し、我々の後半を支援してくれる多くの人々に連帯の意を表明し、鉄拳力の卑劣な弾圧に抗して、後半闘争を断固として勝利的に戦い抜く決意を明らかにします。すべての人々が、青年はもとより、老人も子供たちも、男も女も、すべて赤軍兵士を志願し、世界プロレタリア人民の戦いに呼応して、日本革命戦争を共に戦われんことを呼びかけて、僕の所信証明を終わります。1971年7月1日。
Hier soir, le taxi qui m'a ramené à l'hôtel a pris l'autoroute qui traverse Tokyo. J'ai pensé à Tarkovsky, à Solaris, à la longue séquence du film tournée au même endroit. Le cinéma passe d'un film à l'autre, à travers le temps, au-delà de ce qu'ils font. Adachi-san m'a dit qu'il avait rencontré Jean Genet à Beyrouth, après le massacre de Sabra et Shatila. Genet refusait toutes les interviews des hordes de journalistes. Adachi m'a dit qu'avec Oshima, pour la rédaction du scénario du journal du voleur de Shinjuku, ils avaient lu deux fois, à haute voix, le livre de Jean Genet, le journal du voleur. D'un homme à l'autre, la vie infiniment transmise. Je retrouve Adachi dans un restaurant de Ginza, tenu par un de ses amis. Sa femme et sa petite-fille l'accompagnent. Naro Nazawa, qu'il a connu dans les années 60 et qui est devenu le producteur de son dernier film, Prisoner Terroriste, est avec eux. Adachi me parle de sa mère, qui était pauvre, une paysanne. Elle lui a enseigné la rébellion, la révolte. C'était l'époque où l'empereur était considéré comme un dieu vivant. Elle disait que la guerre, les malheurs qui frappaient le Japon, étaient de la faute de l'empereur. Adachi me parle aussi de son rapport à la mort, qu'il ne craint pas, qu'il n'a jamais craint. Du bouddhisme, du zen, de la méditation. Tout est rien, et le néant est tout. Thank you.
まずは演劇少年としていろいろ考えてて、映画の方が自由な表現できるかなという思いで、映画をちょっとやってみようというぐらいに考えを決めたんですね。でそういう時にアンドレ・ブルトンのシュルリアリズム宣言を読んだんです。第一宣言は非常に鮮明で分かりやすい。あ、このモヤモヤしてたのはこういう具合に自分勝手に自分の好きなように好きな内容を勝手にまとめることによって、そのモヤモヤしている現実との関わりもぶち当てればいいんだという具合に理解したんですね。それでものすごく楽になって、それまでは自分で言うのもおかしいけど非常に苦悩するというか悩みの多い青年だったんでね。でシュルリアリズム宣言を読んで、はっきり映画をやろうとさらに決めて、そこからもう一回全部こう演劇理論とか映像言語論とかを読んでみると、もうまさにそうじゃないかと、自分たちの思いをなんか形に閉じ込めたりなんたりする必要はないんだと。もちろん人々に見てほしいんだったらそれなりの方法があるんだけれども、それをどんどん自分なりに突き詰めてやっていいんだっていうのを知ったんですね。それがもう嬉しくて、それをだからずっと、シュルリアリズムの勉強というよりも不安というか、俺はシュルリアリストだなという具合に思っていろいろな人々と交流してみたんですね。まあ交流したのは絵描きさんとか、もちろん映画やってる映像をやってる人もいたし、詩人もいたけれども、そういう人たちとジャンル分野的に映画っていうぐらいに限らないでこう交流する時代でした。50年代末頃から60年代と、特にネオダダイズム、特に日本のやり方のダダイズムは面白くて、その人たちと共同したりこうしてたんですね。それで同時にそれでもなんとなく自分の映画っていうのは決定的ななんか主題とかストーリーというよりも、こういうこの生きにくいこういう時代のこういう社会のこの雰囲気を丸ごと捕まえれないのかというぐらいに思うし、メロドラマをやるにしてももっとなんていうかな、愛とかセックスとかそういったものが素直に表現に結びつけれるようなものはないのかというようなところへこうだとこう行くわけですね。ですから私自身ブルトンの宣言から始まって、なんでトロツキーがシュルリアリズムの影響を受けながら最後は影響やっぱり批判するわけですね、シュルリアリズム。なんかそういったようなことを見ながら、トロツキーってやっぱバカだなと思ってねそういうようなことがあって、自分はトロツキー人よりもシュルリアリストかなと思うようなことが彼に言いたかったわけです、ね、つまりそこに政治とか芸術とか社会とか時代とかいうものをシュルリアリストはなんかこう範疇分け分類したりするんじゃなくて、それは丸ごと捕まえようとするものがあり、それからまあなんといっても日常の破壊というか、
Notre conversation se poursuit longtemps, rythmée par le passage régulier des trains. Je demande à Dachi s'il se souvient d'un son en particulier. Il se rappelle du bruit que fait le papier de riz quand il est déchiré. Ses frères buvaient, se battaient souvent, et il arrivait que le papier de riz des portes soit arraché lors de leur dispute. Il se souvient aussi du bruit de l'eau, des rivières, et surtout des vagues, et le bruit du vent. Le bruit du vent dans les bambous. Un bruit qui l'effrayait plus que tout. Plus que le bruit des bombes et des balles qu'il entendra plus tard, lors des combats, quand il était un guerrier engagé avec les fédéines. Le soldat, c'est un autre travail. それでその目標っていうのは大きく世界を変えれるレベルのものではなくて非常に小さなものだから、それを通して宣伝して方向性をさらに強化するっていうのが大体テーマですね。そうすると映画作るのも似てるんですよね。非常に変な言い方だけど、この映画を一本作れたらもういいやという思いで映画を作り始めても、それは自分が作りたいもののほんの一部でしかなかったりするんですね。それは結果もそうだけど、最初から実はそうなんですね。そういうようなことが非常に似てると。で、それは類似性、私の捉え方がもともと同じじゃないかと思っている類似性かもしれないし、もっと言うと作戦の準備っていうのはシナリオを書くのと同じで、普通に言ったら勉強することはいっぱいあった。同時にもうどうしようもないぐらい普通のなんかプロパガンダ映画を撮る人たちとかいっぱい来てて、それと一緒にされるんで、私だって難民キャンプに行ってね、ライトの大きいのを照らしたりしてね、撮影してるからね。私そういうの全然撮影しなかったの。こんなにいいライティングだから撮れ撮れってみんな言うんだけど、冗談じゃない、そんなのいりませんって。ちょっとフィリップみたいでしょ。なんかそういうことで、ただ僕よりも若松が非常に大きなショックを受けた事件があったのね。イスラエルとヨルダンの国境にあるジェラシマウンテンっていうところに10日間ほど、2週間だったっていう、若松が言って、入ってる時にそこでの生活を全部撮ろうと思ったんだけど、やっぱ顔がバレたりするからダメって言われて、一切撮影やめて軍事訓練の受けたり軍事訓練の教官になったりしてね、トンネル掘りばっかり毎日やってたんですね。そしたらある日全部撮れって言って返されたら、そのだからアンマンからダーッとダマスカス経由してベイルート帰っていたら、新聞に撮影して帰れって言われた最後の晩一緒に飯食ったやつが全部吊るされてるわけです。イスラエルとヨルダンの領、それは新聞の一面に全部載ってる。それもちょっとさっき言った死っていうのと関係あるんだけど、若松はそれでショックを受けてね、これは何とか考え直さんといかんって彼は思っちゃうんですね。で、僕は少し残って撮影して帰って、こういうことだから俺風に全部やるけどいいかっていうようなことを言ったら、もうそれでいいと、彼らのプラスになることなら何でもいいっていうようなことで、パレスチナ問題を赤ピーを作って、それで上映して回るっていうようなことをやったのが本格的にパレスチナ問題に取り組んだ初めですよね。それまではモノミユさんで言ってたわけですから、だからそれをずっと勉強になったね。姿消したのもその続き撮ろうと思って姿消したんですけどね。パレスチナからずっと北アフリカね、森林伐採したらダメだ、モノカルチャーになるとか石油資源発掘だけになるって闘争してた人たちがいてね、ギニアですね、ギニアまで行って撮影しようと思って、その途中で引っかかってずっと日本赤軍っていうことになってしまうんだけどね。
そういうことでしたよ。だから全部ついでみ、ついでが続くんですね。ついで、行き当たりばったりのついで、それセラビセラビ重たいですね、セラビってのは。例えばだからそうやってその2をね、赤ピーのその2を取りに、2番目を取りに行って、最後はあのボリサリオを経て、ボリサリオとそのアフリカンマオイズムと言われるアドミラル・カブラルにインタビューして終わろうと思ってたんですね。フランツ・ファノンの再来だと言われてたんで、でその途中で会った日本人のあのこればっかりしかやらないグループがあって、頼りないのね、みんな。だからそう、あの日本人のボラン、国際ボランティアでやってんだからちゃんとしっかりしないとダメじゃんって言うんで、じゃあちょっと一緒に固めて運動体としてのグループをちゃんと組織しましょうというのに引っかかったんだな。だからそれもなんかあの迫られてって言えば、うん、これじゃやばいなと思って、一生懸命やるという側にね。だから年上のおっさん何しに来たのなんて言われてたけどね、いやいややるってこったよっていうのを固めて いる間に 4,5 年経ったんだよね。でそのままどこどこあの戦争状態、ゲリラ状態、いろんな仲間が逮捕方々でされるか、それを取り戻す作戦とかね、いろいろハイジャックとかエンバシーオキュペーションをどんどんやってる間に時間が経って、あれあれっていう間にいっぱい経ったんですね。そういうことだから本当になんていうかな、その時は真面目にやってるよ。ついでの考えなんてないけど、ついでで引っかかったままやってるわけよね、後で思えば。それの繰り返しでしたね。いやそれはあの帰って映画作りたいなとか思ったりとかいろいろあるけど、それよりもこれをなんとかしてからだというような考えに立つからね。映画はいつでも作れるじゃないかって、向こうはでも映画を撮ろうと思ってましたりしたから、いやだから持ち場だと僕は言って、彼を説得して彼は日本に残り、だからその分だから毎年来るんですよ、あのゲリラキッチンまでわざわざ。で何しに来てんだって、いや心の選択に来てるとか綺麗なこと言いますけど、じゃあそのぐらい悪いことしてんのかお前はって、まあ悪いこともしただろうけど、一応そこで英気を養って帰って映画を作ってたんですね。激しい時は年に2回ぐらい来てたらよ。俺はもう一流の映画監督になってんの、俺がなんでここで巻き割りさせられるんだって怒ってたぐらい。ね、そう自分で温まる分はこの山岳の中だから、自分で薪を割ってそれを突っ込んで寝るんだっていうんで薪割りさせるわけですよ。怒ってましたよそういうこと俺は一流映画監督だってあの山の中で叫んだりしてましたけどね。面白いでしょ。だからなんとなくそういうことで、うん、これ人生じゃないですか。作戦の3ヶ月前に国際革命軍と合流した。3ヶ月間
厳しい軍事訓練に明け暮れた。きつかったが充実していたし、その高原はとても美しかった。何もかもが美しく、その美しさのせいで俺たちの決意も一段と強まったのかもしれない。Oui, il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution. Je pense à Dostoïevski. La beauté sauvera le monde. しまった時、同じような行動になるんだけど、その昔の在日の人がそこで猟銃とダイナマイトを持って閉じこもった人が怒って出てきて、なんで50年前の真似するんだこのバカ野郎という映画を作ろうと思ったね。でそれは面白いってみんな飛びつくんだけど、ところで誰が映画監督だったらこれって言うとみんな逃げるね。お金出そうと言った人もすいませんって言っていなくなる。だからもうそういう人相手にしないで、自分で作れる範囲でもう作りましょうと、そういうところですね。今年作ろうと思ってるのはその話で、一つだけ孤独の実験しようと思ってるのは、大きなストーリーを渡してシナリオではなくて、それでシナリオはその都度僕の提案っていうんでこう出して、それでやってもらって、やれなかったら撮影しないけど、まず練習してもらうんだけど、練習するのを撮る、で本番も撮る。だから純粋な映画的なストーリー展開にならない、それをどんどんぶつけていこうとしてる、ね、だけどおそらく今はそう考えてるけど、それをこう完成させるために編集していったらどん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 削ってしまうから、基本のイメージだけが残って、ストーリー展開なんかどうでもよくなるっていうのがあるね。それをやろうと。だからこれを3台ぐらいでね、でみんなそのドラマチックに演じないといけないところも演じてもらいながら、失敗したら私なんか出てて、それはこうしてほしいとかいうのとかも全部入れてね、ドラマなのか映画作る、例えばゴダールなんかもそういうことを様式的にはやってるんで、別に様式的に新しいことをやろうとしてるわけではなくて、そこで出てくる50年前と今と
の違いは何で、違いなんかないということを描き出せればいいな。だから練習風景と本番風景と勝手に撮りながらやってみるとそれが出るんじゃないかと思ったりしてるね。だから俳優さんたちには俳優として決まったらもうそのままで全部出演する、演じる、からドラマも演じてみる、その両方を2回やらないといけないって、ね、できるだけ演劇的にならないようにしようと思うし、ストーリーは全部壊してしまうと。それ以上やるとまた孤独になるから今はそこでとどめてやってるけどね。Comment il ressent la relation entre le monde des idées et le monde des sensations ?観念の世界と感覚の世界の感覚の世界と観念の世界の関係をどういうふうに捉えてるんですか？これはさっき孤独を引き受けると言ったように、それを統一したいと思ってる、ね、だからカメラも自分でやりたいし、演じるんだったら自分で全部演じた方がいいんだけど、さあ5人や6人を一挙に自分で演じることができないから、それをこうじゃないかああじゃないかとかひねくり回してるけども、そのズレを統一しようと思ったらワンシーンを1年や2年繰り返しやるしかないんだね。だからそのギャップと欠けてる、欠け落ちてるものとが、だいたい映画を作るときに何でも拾っておきたいというのもあるけど、それがないであろうとしたらどん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 やっぱり金の側に戻るから、それを途中でストップする努力はするね。だから彼もね、撮ったものはこれなんだから、そこからその中でやりましょうと、つまり感性の側に戻すこと、つまり感性で撮ったんだから感性の側に正直に戻りましょうというのを思考にはするね、最後の段階。もっと言うとね、感性は滑らかでね、非常にスムースな、観念っていうのはね、やっぱり思考の断片の総合だからね、なんで映画が面白いかっていうさっきのことにつながるんだけど、どうせ撮ってるものは思考の断片の集めたものが映画になるっていうのが語り手にあるから、その滑らかな感性の側に戻したら多少見れるものになるんじゃないのかなというぐらいですよね。まだそれは疑問の疑問というか、もっともっといっぱい実験したいということですよね。だからThank you.
フィリップ終わり。C'est la fin. C'est la fin. C'est fini. C'est fini. それでもう映画の真髄そこに尽きるとね。C'est ça l'essence du film. Ça se finit. あとでちょっとそれやってよ。観念ってのは思考の断片だと。感性ってのはスムーズにつながってるから、そっちへ戻せばいいんだと。彼はそういう作業してると思うから言ってんだけどね。観念を感性に戻す。うん。感性に戻す。